よし、作るしな、決めたわ。待ってな、ナキリエリナ。なんて面してやがんだよ。お前はそんなやつじゃねえだろ。いつも高いとこから俺を挑発してきやがる女、それがお前だろうが。お待ちと。それはどういった料理か。天丼でございやす。天丼？この品二人前作ったんで、ブックマスターさんだけじゃなくナキリにも味わってもらおうか。前に出した天ぷら丼とは一味違う。女王のためのエッグベネディクト丼。エッグベネディクト。ほらほら。丼全体にタップ。ここまで緩い卵に衣をつけ、形を保ちながら揚げるなど、人間離れしたテクニックがなければ到底不可能。どれだけ腕を磨き上げたというの。おおほー、とエリナによる新たなお授け。真のお授けを超えている。人類が地球上で体験した。へえ、なんじゃこれ。ユキラ、ついに神の舌をうならせたな。すごい、相馬くん、やっとナキリさんに美味しいって。まずい。ええ、ん、まずいわよ。私がこれから出す品に比べたらはるかにね。おお、メイルド。さあ召し上がれ。よっしゃ、一丁ぶつかり合おうぜ。雪平くん、ご機嫌斜めね。あ、気持ちはわかるけどな。結局あの後ナキリさんが優勝をさらっていったからね。